知られると、なぜみんなギリシャに集まるんですか。ガードが緩くなるってことですか。あ、そうですね。あの本来あの EU のシステムでは最初に EU の国境の中に入ったところで、はい、その国が責任を持って最後まで、はい、あの手続きを行うというわけなんですけど、もう先ほどちょっとおっしゃいましたように、4年間シリア内戦に向けて、非常に長い期間、たくさんの人がギリシャに集中していると、はい、でそこで、ね、その本来登録のために、まあ、順番待ちをする施設等が完全にいっぱいになっている、うん、現地 の当局の能力もいっぱいいっぱいある、まあ、財政難でとてもその人をさらに増やすことも非常に困難である、うん、もちろんあの EU はそれをあのあの手助けする手段を講じたいですけれども、はい、非常にあの厳しい状況にあるために、まあ、通過させざるを得ない、確認させざるを得ないという状況になります。実際に何人ぐらいの人がこう例えば陸路なり海路なりバルカンルートの取材ルートに行ってその無事目的地まで到達できる確率といいましょうかですね、そういうものは特にデータとかないですよね。そこは想像できるね。そうですね。あのだから最終的に EU に入って、はい、ドイツなり、はい、スウェーデンなりで登録された方がどういうふうに、うん、あの通ってきたかというのを調べて、うん、統計はあったら出ますけれども、うん、この夏殺到した人についてはまだそこまで情報が出ていない。先ほど言ったそれとそのマフィアとブローカーというかですね、その実態というのは例えば一人いくらでどこまででっていう、なんかそういう具体的な相場感みたいなことが出てるんですか。あの難民が持っているスマートフォンにはその相場表みたいなのがどうも出ているというふうに私はあのドイツの報道で見ました。でその相場と安全の程度というのがあのその中に表示されていて、安全なルートは高いで、まあ、実際のことは分かりませんけれども、少なくともそういう情報を、まあ、手にして難民の方が EU に向かっていると。俺はそんなに現場っていうのを気になってきちゃったけど、私はシリア国内からトルコ国境に出るだけで700ドルとか、シリア国内からトルコに出るだけで8万円とかいうのを聞いたことがあります、ね、そこから先に、はい、あの船の大きさですとか、はい、何人入れるかによって、はい、20万とか40万とかもっと1人、はい、その40万円でドイツまで届けてくれるんですか。それがいやあのドイツまでではなくてギリシャまで、ギリシャまで、そこから先はもう自力で徒歩だったりバスだったり電車だったり。それが例えば先ほどの森さんの話だとスマホを見ると、はい、なんて言ったらいいんでしょう、格付けみたいになっていて、これ40万円はトリプル A みたいなね、30万円だとシングル A とか、ね、そういう感じになっていて、その金額と安全性がその相関関係にあるような、こうみたいなものもあるんですか。何のこと私も存じ上げたんですけども、でも、やはりその、いかにも沈みそうなボートに、5件以上を襲うときには、それなりに安くしていたというのは聞いてます。森さん、なんだろう、なんでそんな金高いお金を使ってリスクを取って、何割の人たちが最初目的地まで行けるかどうかも分かんない中で、みんなそのヨーロッパ特にドイツを目指すんですか。やっぱりあの先ほどあの指摘ありましたように、そのシリア周辺 の状況が非常に悪くなっているということだと思うんですね、うん、もうこのままあの飢えて死んでしまうとか、あの病気になって死んでしまうくらいだったらば、うん、あのやはりこう言われるんですけど、一か八かかけてみる、全ての財産をそこにつぎ込んででも、命をかけてでも、やればあのその後にはですね、テレビを見ると、まあ、その画面を見るとドイツで到達した人はあの楽しそうにしている、もしかしたらそのチャンスがあるかもしれないというのであれば、かけてみようというふうに多くの人はこのやつを思ったんだと思います。それつまり残りの、まあ、全財産とは言いますけど、まあ、それに近いものをね、かけてでも、場合によっちゃ5人家族で2人だけ行かせてみようとか、ね、はい、そういう形で行かせるということを、それぞれの家族ないしは、まあ、家族ですよね、家族単位で決断して、それでそういう一か八かの行動に出ていく、こういう理解でしょ。はい、そうですね。確かにあの家族がバラバラになって、はい、行ける人が、まあ、体力ない人が先に行くというようなことが実際に起きていると思います。対し、そのまず、どこから伺ってたらいいのか分からないぐらいなんですけども、大量のシリア難民がドイツを目指しているという、この状況についてはどういうふうに感じますか。シリアから逃げたいということですね、まず。そして近隣諸